うも、ボロボーラのミスピーです。いつもありがとうございます。今日はですね、以前になんたらイーツっていうのを知ってる？知らない？っていう話をしたっていう動画を上げたんですけども、モザイクをかけてたにもかかわらず、その相手が誰かってすぐバレてしまったので、今日はその本人にいきなり電話をしてみたいと思います。今何やってるんでしょうね。やっぱり自粛期間中なんで、もちろん投げることはできないと思うんですけども、はい、何かはやってるはずですね。ひょっとしたら寝てるかも分かりませんし、何やろ、お菓子食べてるかもとかね、勝手な想像しますけど、はい、じゃあ実際にちょっと電話をかけてみようかな。はい、答えはもう分かっていると思いますけど、鈴木亜希プロでございます。はい、もしもし、こんにちは。お疲れ。お疲れ様です。今何してんの？今、うん、今は家にいますよ。家におる？お菓子ばかり食べてる。なんだっけ、ステイホームでしょ。うん、そうだね、そうやね。はい、最後でその通りでございます。はい、今ね、これ YouTube 回してるけど、いい？うん。マジで？あ、でも映らんから大丈夫。声しか聞こえやんから。あ、それ映らん、映ったら困るわ。なんで、ドスピン。放送事故の放送事故。いやいや、まあ、おかげさんで三重県とかさ、静岡って、うん、あれやん、比較的まだちょっとコロナウイルスの感染っていうのはね、穏やかな方やからさ。確かに。まあ、ステイホームとはいえ、プロボーラーやし、やっぱ不要不急の外出っていうのはあると思うんやけど。そうですね。うん、なんで敬語なの？ちょっとこの人あれですよ、 YouTube やったら急に敬語になりましたよ今。はい、ですね、普段ね、こんな喋り方絶対僕にしてけへんのに。いや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 、どう言ってるんだ。いや、ほんでさ、例えば、今、はい、今って投げれやんやんか。うん、うん、普段ってどんな、なんかボーリングに関するなんかやってる？ボーリングに関するなんか、何にも、でもなんか、うん、ねえ、でもね、ぶっちゃけで太ったからな。もう家にいるだけだからさ、うんうんうん、なんか、こう、なんか皮が近いから、うん、おお、なるほどね。俺もウォーキングはしてるよ。もうちょっとマスクするとさ、走ったら息苦しくて、うん、だからね、ジョギングがいいです。本当はジョギングがいいんやけどね、フィットネスも自分行ってたとこもね、活動休止になってるし、そう、うん、うちの周りは知っての通り自衛隊の周りやからさ、うん、その周りをテコテコ歩きながら走ったりして、バテて歩いた時にだけお客さんに見つかって、お前歩いとるやんけみたいな、なあるある。そうでございます。そうそう、まあまあね、まあ間隔を空ければっていうのはあるからさ、スーパー行くとかよりはね、ただのジョギングとかウォーキングって比較的まあ離れてるけど、なんかあれらしいよね、走っててもなんか2メーターぐらい空けてたらいいわけじゃないらしいよね。よくわかんないよ、何がよくってさ、何が悪いのかよくわかんないけど、まあお家にいれば一番安全ですよってだけな話でしょ。まあそうよね。でもさ、うん、スーパーはさ、行かなきゃいけないからさ。もちろんね、俺も今行ってきた。でもスーパーむっちゃ混んでるよ。よね、やっぱりでもなんていうの、お昼ご飯の前と夕ご飯の前の時間帯は絶対ダメよね。うん、うん、めっちゃ混んでる。もう、そう、だからさ、開店してすぐも混んでるわ、ご飯の時間も混んでるわやからさ、もうこれからはあなたには閉店前に行くことをお勧めします。いやだ、だって物ないじゃん、閉店前じゃん。確かに、いやでもあるものは安くなってるよ。いやいやいや、いや、大変だよ、毎日ご飯考えるのも大変よ。そうよね、はい、ちゃんとご飯作ってますか？作ってません。じゃあ考えてや、何で考えてんねん。いや、何食べよっかっていうのは考えた。ああ、そういうことね、考えたのを作ってもらうっていう。そうそうそう、買い物だけは任せとけみたいな。ご飯炊く係とご飯食べる係だから、さっきうんうんうん、
そこそこ食べるばかりな、食べるばかりをちょっと控えめした方がいいんじゃあのちなみにですよ、ちなみにですよ、僕はまあ見ての通り僕は太っててお菓子大好き人間、お酒はあんま飲まへんねんけど、なんで年取ってくるとさ、もうどん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 代謝が悪くなってきてるのが分かるんやけど、はい、鈴木さん気をつけてることは、いや気をつけてることは何って聞きたかったのに気をつけるわって言われたら、うん、そうだよ。私気をつけること？あ、でもさ、言ってしまえばよ、好きなものを食べて好きなものを飲んで好きな、実はアイス食べてって感じだから、出た出たアイス。アイス。だからね、できるだけ時間があるとか歩くとか、まあ、家の中にあのなんかエアロバイクがあるから。ああ、なるほど、はい。エアロバイク乗るのはいいけどさ、足届くん？うん、おい、おい届いてるよ。まああのちゃんと、うん、高さがほら選べるじゃん、選べるよね、ちゃんとでしょ、大丈夫。でも自分使った後次家族の人怒ってけへん、なんやこの低さとか。全然、いや私が使わない。そうか、そうやな。そうですか。いやいや、いや水谷は家にルームランナーないのでワンダーコアしかないので、はい、あ、ワンダーコアとルームランナーもあるよ、あ、そうか、ワンダーコアは僕の場合はあれやけどね、洗濯物干しに変わってるけどね、今ね。ダメダメ、毎日ね、やるといいよ。いいよね。今ね、でもね、毎日やらないと、ね、意味がないんだって。出すよね、はい。そう、うん、やって、だから。頑張ります。そうか、まあね、ちょっと今日さっき知ったけど、どうやら東海オープンもちょっと今年はないみたいね。はい、ということで皆さん、僕たちが活躍できる場がいつから始まるのか、一番早くて何やろ今のところやったら、何 MK カップかな。 MK って9月じゃない？そうそうそう、だって東海オープンも今年はもともと9月やったからさ、あのオリンピックの関係で、うん、そう、 MK 東海って繋がっとったんよね、確かね。でもなんか今年はなんか、もう8月が、8月 ?9 月 ?8 月、がもうなんか、MK やって、宮崎やって、東海だったかな。ああ、なるほどね。宮崎やって、MK で東海だったのかな。ああ。ちょっとよくわかんないけど、女子にはもうすごい大変なスケジュールだった。ああ、タイトなね。試合やってもらえるだけありがたいな、みたいな。そうよね、本当に。まあまあ、そのために今僕たちがやることっていうのはね、その時に最大のパフォーマンスを出せることやろうけどね。そうですね。うんうん。まあ、あのね、これから早く収束してくれて、ね、本当にもうそれを願うしかないもんね。はい。自己防衛はみんなの防衛やからね。はい。難しいんですね。うん、まあね、うん、そこは仕方ないからね。なんかいつで収まるのか分かんないし。うん、本当にもうね、まあ、いろんなことを従事してくれてる方には感謝してね、お医者さんだけじゃなくて、うん、スーパーの人もそうやし、コンビニの人もそうやし、うん、宅配の方、そう、俺それ話しなあかんねや、宅配、あの、ウーバーイーツ、わかった？ウーバーイーツ、コメントいっぱいくれたよ、皆さん。それね、うん、最近ね、やろやろ見るやろ。うん、ほらね、やってるよ。だからね、なんかね、たまたま同じ日に、あの、僕がそれを振った日に、あの、久保田彩香プロが、ウーバーイーツ注文、家で注文しようと思ったら、大阪の中やのにエリア外ですって言って断られたらしくて。ほんと、まあ、あいつ、大阪市から言うとね、かけ離れてるの、だいぶ。そうそう、じゃあ、あいつは田舎へ。こんなとこで言っていいのか知らんけど、あとで久保田、さんごめんねってちゃんと入れとくわ。そうですよ、ちゃんと言っといてくださいね。はい、言っときます、すいません。うん、まあそういうことでさ、はい、あの、突撃電話でこんなたくさん喋ってくれてありがとうございます。はい、もうちゃんとして連絡ください。いやいや、そんなんだってさ、いきなりやった方が面白いやん。いやいやいや、
きなりやってはさ、ほら心の準備っていうものがないじゃん。そらそら、それが狙いやもん、だってそうだよ。まあこれ今もう完全ノーカットで僕は放映しますので。マジで？マジで。まあだって一言もあれやん、 NG ワードないし大丈夫じゃん。じゃあもうたくさん喋ったので、これからの残りの今年の試合があったら抱負だけ一言言ってから切ってください。いやー、はい、もうできる限りのことはもう全て出し切りたいと思いますよ。はい、出し切りましょう。頑張ります。はい、お互い去年悪かったからね、頑張ろうね。そうですね。はい、試合があることを願って、はい、そうしましょう。前半悪かった分、はい、悪かったというか景気とかね、そういうコロナのせいで悪かった分、年末には笑ってみんなが過ごせるようにしましょう。そうですね。はい、ということで、はい、ありがとうございました。お邪魔しました。はい、じゃあ、はい、またね。はい。はい、ということで、鈴木プロ突撃電話でこんなに喋るっていうぐらい、はい、喋ってましたね。中身は全くなかった気がするけど、まあね、鈴木プロも言う通りね、女子プロの方は年末に連戦予定が入ってますのでね、今のところね、関西オープンも確かはっきりずれたんじゃないかなと思ってますので、はい、これからもね、男女ともに頑張りたいと思います。はい、今日の内容面白かったなと思う方はグッドボタン、はい、チャンネル登録もぜひお願いします。鈴木プロね、ランクシーカーのブログ大人気でよく賞を取っておられるので、そちらもね概要欄にリンク貼ってますので、はい、どうぞよろしくお願いいたします。はい、では今日はこれにて終わりたいと思います。また誰かにね突撃電話したいと思いますので、楽しみにしててください。よろしくお願いします。それではありがとうございました。皆さん、さよなら。